福原愛は、1990年代から2010年代にかけて活躍した日本の卓球選手、T リーグアンバサダー。宮城県仙台市生まれ、身長155センチメートル、血液型 B 型。全日本空輸に所属、早稲田大学中退。2016年から2021年までジャンホンジと結婚していた。史上初の全日本グランドスラム達成者であり、 五輪に大会連続のメダリスト。ITTF 世界ランキング最高位は4位。団9位は7段。日本オリンピック委員会、選手強化キャンペーンシンボルアスリート制度適用選手。日本では、幼少期からテレビなど、マスメディアに頻繁に登場し、卓球の愛ちゃん、天才卓球少女、愛ちゃん、泣き虫、愛ちゃんなどと呼ばれ、国際大会で活躍するようになってからは、 中華圏で、昭和や、治癒愛などと呼ばれ、親しまれている。その注目度から、内閣府、災害被害を軽減する、国民運動サポーター、中国などとの間の様々な親善大使、出身地である、仙台市の観光大使、CM 出演なども務めてきた。2018年10月、現役引退を表明した、秋田県大曲市出身の父親と、 宮城県留郡石越町出身の母親との間に、1988年11月1日に、宮城県仙台市の病院にて出生。福原自身は仙台市青葉区国見川岡出身としている。愛という名は、出生の1年前に亡くなった祖母、愛子からもらった。福原は、生後6ヶ月でスイミングを始めた。10歳年上の兄が、 東京在住の中国の卓球元チャンピオンに仙台に来てもらって1から2回、月の指導を受けていたが、費用面から仙台に住してもらって、毎日指導してもらえる環境を整えた。このような環境下、母と兄の影響で、1992年8月13日に母からラケットをもらい、福原も卓球を始めた。すなわち、3歳9ヶ月から、 卓球の英才教育を受けたが、プレーするには身長が低かったため、ゴミ箱や並べた缶詰の上に乗って高さ調整をして、平日4時間、休日8時間の練習を毎日欠かさず行った。また、週末になると、栃木県の有名な卓球クラブに出向き、泊りがけで練習した。練習を始めて、数ヶ月でミスなく100本ラリーができるようになり、4歳、 6ヶ月で1000本ラリーができるようになった。卓球クラブ、仙台ジュニアクラブに所属した。初の公式戦出場は、1993年6月に開催された宮城県小学生卓球選手権大会であり、同大会で優勝、全国大会の同クラスでもベスト16に入った。公式戦中に泣き顔を見せたのはこの4歳の時だけである。マスコミは、 幼稚園生が小学生のクラスで快進撃を続ける姿に注目し、天才卓球少女と報道した。これ以降、行く先々にマスコミが集まるようになるが、天真爛漫に振る舞う福原はテレビでもしばしば取り上げられ、卓球の愛ちゃんとして知られるようになり、また、厳しい練習にも泣きながら耐える姿や、試合中に不利になり始めると泣き出す姿から、泣き虫。 アイちゃんとも呼ばれるようになって、一躍国民的アイドルとなった。同年12月10日放送のフジテレビ、第2回、アカシアさんまのスポーツするぞ。大放送に出演。すると、番組内での対戦で、アカシアさんまが福原を泣かせた。デーモン小暮との対戦でも泣かされた。1994年になると、卓球専門誌、卓球レポートの表紙に4月号で、 初登場し、同年5月には、社会人リーグの大会、同年6月には、社会人の全日本実業団、卓球選手権大会に呼ばれて、エキシビションマッチでプレーするなど、本来の卓球界においても、全国各地に呼ばれる人気者となった。選手として2度目の全国大会に出場すると、個別にマスコミ対応していては、福原の負担になるため初めて共同記者会見が、 開かれ、5歳10ヶ月の幼稚園生ながら全日本、選手権、バンビの部において、史上最年少で優勝した。同年12月には、うっちゃんなんちゃんの南原清隆が、泣いた瞬間の愛ちゃんと記念撮影を撮るという企画で、福原と対戦して泣かせた。初泣き、初打ち、お正月の愛ちゃん、八丈寺まで特訓でも、 母との千本ラリーが完遂しなかったため、泣きながら再度ラリーを続ける姿が放送された。すなわち、公式戦では4歳児にしか泣いていないが、後に、福原は泣くまで撮影が続けられたと語ったように、長年、あっぱれさ、馬大先生に出演し子役の扱い方を知っている。はずの赤シアさんが泣かし、南原は泣かすことを抗言して対戦し、 母親から泣かせ方を伝授されるなど、バラエティ番組では、制作側によって意図的に泣かされ、その泣き姿が、スポーツ報道における、福原の紹介ビデオなどでも繰り返し放送された、ことで、まるで、子役タレントのキャッチコピーのような、泣き虫、愛ちゃんというイメージが、固定化されていった。その一方、 同年の大会以降も数ある大会で優勝し、史上最年少記録を多く作っていくことで、天才卓球少女の名に違わぬ活躍を続けた。仙台白百合学園幼稚園年長の1995年3月に、テレビゲームソフトメーカー、ハドソンの CM に初出演。同年4月に、仙台市立吉成小学校に入学。小4で、プロ宣言し、 ミキハウスと専属契約を結び、1998年8月に仙台市より八尾市へ引っ越した。福原は当時できたばかりのミキハウス練習場に通うようになった。2年間通った王子卓球センターの作場六郎から王子サーブを習得し、以降このサーブは福原愛の代名詞ともなった。なお、同センター前の道路は福原の功績により、 ピンポン通りと命名された。大阪では、公立小学校に通っていた。小6の6月に、ITETF ジャパンツアー一般の分に選ばれ、初出場で代表デビューを果たす。中学は、大阪の競合である私立4天王寺中への進学を考えていたが、福原はすでにプロ契約をしていたため、アマチュア規定により、全中や、 インターハイなどには出場できないという懸念があった。結局地元公立中へ入学したが、1ヶ月でスポーツの名門私立学校、青森さん、田中学校に転校した。青森さん田中は中高一貫教育を目指してその年に開校。法人は卓球専用の体育館などの施設を備えている。同校を選んだのは、ミキハウス JSC に所属したままプロ活動を。 したいという福原サイドの意向に理解を示したのが大きな理由である。これにより福原は多くの卓球遠征が可能になった。ミキハウスは青森 JSC という組織を作り、福原をその所属とした。小西アントはダブルスで全日本3連覇した。以降、中学の3年間は世界各地の ITTF プロツアーに数多く出場。安定した成績を見せ、 世界ランキングを上げていった。この頃国内の高校以下では無敵となり、また国際試合での強さも見せ、国内シニアの選手にも勝てるようになっていった。選考会などを経て14歳の若さで2003年世界、卓球選手権個人戦に抜擢され出場し、日本勢の中で一人躍進、ベスト8に進出。この結果により、翌2004年3月の世界選手権団体戦と、 4月のアテネゴリンアジア予選出場が内定。2001年には高知の高佐都市便と1分間に175回のラリーを続けるというギネス記録を達成している。2004年4月、青森山田高等学校に進学。日本より一人選ばれたドーハでの大陸予選でシングルス3位となり、その前年にオリンピックは夢の夢の夢の夢と言っていた福原が、 日本女子3枠目の座を勝ち取り、史上最年少の15歳で出場した。長嶋修雄の代役として、聖火リレーの最終奏者も務めた。アテネ五輪では1回戦をシード通過、2回戦をミャオミャオに新勝3回戦はガオジュンに圧勝、4回戦はキム・キョンヤに負けた。福原の試合はゴールデンタイムで放送され、3回戦は メダルのかかっていない試合にもかかわらず、平均20.1%、最高視聴率31.9%を獲得。これは、アテネゴリン放送の中で、トップクラスの数字だった。2005年3月には、ミキハウスとの契約が満了し、翌月グランプリとの契約を結ぶ。グランプリは福原が、青森山田高校に通うことを承認。 中国リーグに2年連続で参加することも支援。直後に中国で最もレベルの高い中国長級リーグに参加、両年本行チームと契約した。この長級リーグは週1、2回の日程、広大な中国大陸を試合ごとに行きする移動に多忙を極めたが、福原は全試合に出場した。だが、チームに世界2位のオークスの木、4位の角約がいたため、 シングルスの出番が少なく、ダブルスが多かった。期間中は、中国のインタビュー番組や、卓球の雑誌にも登場した。8月の最終戦は、岡山県で、日本で、初の長級の試合を行った。2005年2月には、アジアカップで競合の核を破り2位に、同年11月の女子ワールドカップに推薦が決まり、出場したが、リジャウエイや、ジョウミヤビだといった、 競合相手に快進撃を続け3位銅メダルを獲得し世界ランクを一気に16位まで上げた2006年5月には世界選手権ブレーメン大会で銅メダルを獲得した放送したテレビ東京の視聴率は最高12%を出した好調だった2006年度はチームを関東佐川急便に変えて超級リーグに参加が勝っている父は 高校卒業後の進路として、当初、大学も青森山田学園系列の青森大学を考えていたが、福原本人が、早稲田大学スポーツ科学部を強く志望し、2006年8月より、書類提出、面接を経て9月13日に合格が決まった。同学部による2年目の実施となる、トップアスリート入学試験によるものであった。2007年4月1日には、 早稲田大学スポーツ科学部に入学し、青森から東京の阿佐ヶ谷に引っ越した。早稲田大学入学前、インカレなど大学の試合に出たいとの意向を示し、彼女の入学を受けて関東学連と日本卓球協会は、プロ選手が大学の大会に出場できるように事前に規約改正を行った。しかし、同年5月に行われた春季リーグでチームを一部昇格に、 導くことはできず、それ以降引かれ、リーグ戦に出場することはなかった。2007年4月3日、全日本空輸との所属契約を発表、同時にグランプリとの4年契約を2年で終了したことを発表した。これについて、父親が大学進学で東京に住むこともあり、環境すべてを見直したかったと説明した。2007年5月の 第49回世界卓球選手権個人戦では3回戦敗退。大学の試合には2007年春リーグ以外出場しておらず、個人練習での強化に努めている。2007年4月より、とっさの中国語にレギュラー出演した。2008年1月、世界ランクが10位と、世界ランクの上位から1カ国、地域2名を上限とし、上位20名に与えられる。 代表資格を獲得し、北京五輪日本代表に内定した。6月、JOC から日本選手団の開会式機種に任命された。卓球選手では初であり、最年少である。本人は会見で、グラムの重さより、日本の重さをすごく感じると思うと意気込みを話した。五輪では、平野紗や香、福岡春奈、福原の3人で、シングルス、団体戦に出場した。 2011年11月、ロンドンのエクセルで行われたロンドン五輪テスト大会を兼ねたプロツアーグランドファイナルにて石川と福原オリンピック外戦パレードその後よりレベルの高い試合で実戦感覚を養うことを目的として2009年4月で早稲田大学卓球部での活動を休止し海外で行われる ITTF プロツアーを中心に出場。日本国内では 三立の卓球部の一員として日本リーグに参戦することになった。そして海外ツアーや中国のスーパーリーグ参戦を優先するため、及び早稲田大学の単位の取得が困難になったために2010年3月で早稲田大学を退学し、卓球に専念して2012年のロンドン五輪に臨む意向であることが関係者から明らかになった。 2008年1月全日本卓球選手権で敗れた後、あと大学の授業にあまり出席できないこと、また2008年が五輪イヤーでもあることから関係者が福原の休学内市中退を示唆していた。2011年5月、ロッテルダム世界選手権混合ダブルスにおいて、岸川清成とペアを組み、この種目では日本選手34年ぶりの銅メダルを獲得。 大会終了後の5月16日付け、世界ランキングで日本人2番目の9位となり、ロンドンオリンピックシングルス出場計を獲得。2011年11月27日には、ロンドン五輪と同会場で行われたテスト大会のプロツアーグランドファイナルで石川霞と女子ダブルスに出場して、準優勝を収め、主戦場としてきたシングルス以外に活路を見出していた。 そして2012年1月21日、東京体育館で開催された全日本選手権において決勝戦で石川霞を4から1で下し、13回目の挑戦にして念願の選手権を獲得している。2012年は3月に開催された第51回世界卓球選手権団体戦に石川霞、平野さやか、藤井博子、石垣優香とと共に、 日本代表として出場するも、準々決勝で、大韓民国代表にフルセットの末に敗れて、メダルを逸してしまった。7月に開催された、ロンドンオリンピック卓球競技では、女子シングルス戦では、第5シードとして3回戦から登場し、アンナチホミロワを4から0と退け、4回戦では、J リーに対し、ゲームカウント1から3と追い詰められたが、 そこから3ゲームを練習して4から3で、オリンピックでは自身初の準々決勝進出を達成。準々決勝では世界ランク1位の丁寧と対戦して、第1ゲームでは先にゲームポイントを迎えたが、これを取れず、結局0から4で敗れた。団体戦には、平野さやか、石川霞と共に出場。1回戦アメリカ、準々決勝ドイツを破った後の、 準決勝シンガポール戦では、第1戦目で、シングルス銅メダリストの氷高志前前を3から1で、破った。続く2戦目の石川のシングルス、3戦目の石川、平野ペアのダブルスも日本が勝ち、日本勢オリンピック史上初の決勝進出を果たす。決勝戦で、中国に0の3で敗れ2位となったが、日本卓球史上初となる、銀メダルを獲得した。 ロンドンオリンピック終了後、8月24日に前年夏に故障した右肘滑膜膝障害の手術に踏み切った。また、故障を抱えながら出場した2012年3月の世界選手権やオリンピックなど、歴戦の疲労も蓄積していたので、手術箇所の治療や疲労回復などを目的に9月から10月は休養を続けた。11月から練習を再開し、12月6日に、 甲州で開催された ITTF ワールドツアーグランドファイナルで復帰したが、初戦の2回戦でチームに敗れた。2013年には平成24年度天皇杯、皇后杯全日本卓球選手権大会に出場。今大会は、肘手術からの休養明けを考慮して、女子シングルスのみの出場であったが、ブランクを跳ね返す試合運びで勝ち進み、前年同様に、 石川霞との対戦になった決勝ではゲームカウント1から2の劣勢から3ゲームを練習する逆転勝ちを収めて2年連続優勝を飾った2013年の第52回世界卓球選手権個人戦では世界ランク166位の僕あきらめぐみに初戦で当たり2から3の逆転負けを起死した六月の荻村杯ジャパンオープンでは女子シングルス決勝で 文芸にアキラに4から0で勝利し、日本女子選手として初となる荻木村俳優賞を果たした。2014年の全日本卓球選手権大会女子シングルスにて準決勝で森桜にストレートで敗れた。敗戦後、左台後、中足骨の疲労骨折を発症したため、自国開催の第52回世界卓球選手権団体戦を欠場した。 6月13日の韓国オープンから公式戦に復帰する。小木村杯の女子ダブルスでは若宮美沙氏とのペアで出場し、決勝で前年の世界選手権同メダルペアの表高し全米ウムー組を破り優勝。9月、新川アジア大会の団体戦決勝で中国と対戦し、チームは敗れて準優勝だったが、自身は第一戦で、 丁寧から初勝利を挙げた。2016年8月のリオデジャネイロオリンピックでは、女子最年長で代表に選出。シングルスでは準々決勝で、シンガポールの表高ン全イを破り初の準決勝、進出。しかし、準決勝では、中国のリアキラ・カスミ。3位決定戦では、北朝鮮のキム・ソニーに破れシングルスでの、メダル獲得を逃した。団体戦では、 全試合で伊藤美誠とダブルスを組出場。準決勝ドイツ戦ではシングルス3位決定戦を終えた翌日から足に痛みを訴え骨膜炎と診断された。その影響で黒星を重ねてしまいに大会連続の決勝進出を逃してしまったが、3位決定戦のシンガポール戦ではダブルスで1勝を挙げに大会連続となる銅メダル獲得に貢献した。 リオデジャネイロオリンピック終了後の二千十六年九月一日に中華民国の卓球選手ジャン・ホンジェと国際結婚。この件についてリオデジャネイロパラリンピック終了後の九月二十一日に東京都内で夫妻ツーショット記者会見を開いて正式に発表した。引退後のエルのグラビアリオデジャネイロオリンピック以降は選手として公式戦に出場することは一度もなく 2017年1月の全日本卓球選手権大会も欠場した。2017年6月29日、第一子妊娠を報告。同年10月13日朝、2 9 9 5ムの女児を出産。2018年10月21日、自らのブログを更新して、若手が育ってきたこと、選手ではない違う立場で次のステップへ進みたいなどと語り、 現役を引退することを表明した。その2日後の10月23日に東京都内においてプレスインタビューに応じ、自ら引退に至った理由などについて語った。2018年12月5日、第二子妊娠を報告。2019年4月3日、第二子男児を出産。2021年2月10日、小学校時代の友人と社会貢献活動のための会社。 おむすびを設立した。2021年7月8日、ジャンホンジェとの離婚が成立したことが発表された。右利き前人速攻。中国卓球の経験を積んでいることから、中国スタイルのペースの速い卓球である。2012年のロンドンオリンピックに際しては、課題とされていた下半身を中心とした筋力強化やフォアハンドの改善に取り組み、その成果が出たと。 評価されている。小さい頃から天才少女と言われてきた理由の一つに同世代の国内選手には負けなかったことがある。中一で全日本ジュニアを制すとその後3連覇。どの大会でも一度も負けなかった。だが2006年8月のインターハイシングル決勝で同じ年齢のウドヒロいに初めて負けを喫した。また国際大会では 世界の競合相手に前線して世界ランクを上げており団体戦においても中国選手から勝利を収めてはいるが国内大会の一般の部ではシングルの優勝が少なく人気の割に実績が乏しいという印象を与えていた全日本卓球選手権でも長年ベスト4を超えられず不本意な成績を残していたが2012年1月成長一印い連覇のかかった 石川霞を決勝で下し、ようやくシングルのタイトルを獲得した。なお、全日本の他の出場可能な部門ではすべて優勝しており、史上初の全日本グランドスラム達成者となった。福原の両親は福原に徹底的に卓球の英才教育を施した。3歳から卓球を始めて、選手時代の練習時間は、毎日4から5時間から7から8時間はこなしており、 休みは年に3日程度であった。マネージメントは父親が行っていたが2008年以降母親と兄が行っていた。2004年度末まで日本代表監督の西村拓司から熱血指導を受けてきたが、その後代表監督となった近藤金司から指導を受けた。現役当時には元中国チャンピオンなど先属の中国人を招聘して住み込みでコーチとして契約し、 カットマン専門のコーチなど常に福原と帯同する形をとっていた。また頻繁に中国合宿を繰り返し、中国の技術を体に染み込ませ、コミュニケーションのため中国語も身につけた。コーチが信用出身であったことから、福原の中国語には東北緩和なまりがあり、そのことも中国で福原が人気を集める要因の一つになっている。 幼少時から天真爛漫な笑顔でお茶の間の人気者となっていたが思春期になるにつれメディアに対し喋りたがらないことが増え悲しそうな表情をすることも多くなった福原自身は当時を振り返って周りのこととか卓球以外のことが見えてきていたと語っている中学2年生頃から徐々に再び笑顔を見せるようになりインタビューにもきちんと答えるようになった 幼児期を除いて試合後、泣くことは、ほとんどなく、また勝って泣いたことは一度もなかった。しかし2008年2月の世界選手権公衆大会、予選の韓国戦では5番手で、フルゲーム、デュースの末に勝利して1位通過を決め、福原は珍しく、メンバーと共に号泣し、喜んだ。2007年12月、メガネをかけて、成田空港に現れ、遺伝により、 乱視になったことを告白した。本人はコンタクトレンズにしたかったようだが、20分で外してしまうほどコンタクトレンズが合わず、メガネにしたとのこと。福原もぼやけて見えた世界が当たり前だったので、メガネをつけるとスッキリすると視界不良を認めている。ただ、視力自体は1.5から1.0と悪くない。子供には卓球選手であったことと、 中国語が流暢であることを秘密にしており、日本語で話しかけるように言っているとのこと。中国での福原への関心は高く、ヤフーの中国サイトが2005年4月に発表した世界卓球8大美女に福原愛が選ばれた。当時の小泉純一郎首相の靖国神社問題などで、中国では反日感情が高まり、日本に冷たい態度を示すことが多かったが、 そんな中で、福原のニュースを中国英字市チャイナデイリーは2006年3月16日付紙面の一面トップで、卓球の中国長級リーグの関東省チームに移籍した日本人選手、福原愛のカラー写真を掲載した。写真は赤いユニフォーム姿の福原が地元の子供たちに囲まれ、笑顔を見せているもので、福原を著名な日本の卓球選手と好意的に紹介した。 福原は日本の中国大使館を何度か表敬訪問しており、中日友好の色紙を持って大き中日大使と撮影に応じた。他にも日中友好関連のイベントに招かれている。2008年2月の第49回世界卓球選手権団体戦では福原愛永遠支持と横断幕を掲げた銃、数人の中国ファンが応援したり、日本韓国戦で 福原が5番手で登場し、接戦をものにした試合を中国メディアは、福原選手が大逆転演じる、冠類の福原愛、観客が力くれた、みんな福原愛ちゃん大好きなど、福原を中心に見出しや記事を構成した。また、インタビューを中国語も英語も流暢で立派だと褒めたたえるところもあった。同年4月には、 福原愛は現在、日本のナショナルトレーニングセンターで、北京五輪に向けて、積極的にトレーニング中と中国紙が報じた。上海万博事務局長局は24日、2010年の上海万博の日本新善大使に、卓球の福原愛選手他2名に決定したことを発表した。同年4月26日の聖火リレーでは、 当初日本オリンピック委員会からの出走以来はなかったが中国側から中国大使館枠で参加を要請され走った。福原の走る姿は中国でも新聞の一面などで大きく報じられた。同年5月7日、古今東国家主席が来日し、早稲田大学で特別講演した折に大学校内で卓球対戦した。古今東に随行していた。 中国チャンピオンのオークスノキも参加。同席した日本の福田康夫首相も卓球に誘われたが、増えてだということで断ったため、4人のダブルスではなく3人の変則卓球となった。この模様は日中両国で報道された。国近東は福原に、あなたは私のことを知らないかもしれないが、私はあなたのことを知っていると話しかけた。 同年9月27日、三島省の遠大市沖の豪華客船で行われた、オークスの木の結婚式に、オークスの木の改添役として、セクシーなベアトップのドレスを装って出席した。中国のメディアは、このニュースを大きく報道した。オークス・オズマはすでに2005年10月に、結婚していたが、北京五輪のために式を挙げていなかった。なお、新郎の改造役は、当初、 大明が務める予定だったが彼の試合があったために、バリンが言った。中国でのニックネームは、次期人形という意味の、試合愛、または、日本語の、愛ちゃんを翻訳した、や、意訳した、小、泣き虫愛ちゃんに相当する、まななき気象愛など。夫、ジャンホンジェとの離婚協議の報道が出ても、反対は感情もあり、福原を応援する、中国人ファンが多くいた。 最高成績混合ダブルス ITTF 公式戦における主要選手とのシングルス対戦成績。太ジは最高世界ランク1位の選手2000年4月4日、東京ドームで日本ハムの始球式を務める。2004年1月、ミキハウスの毎年恒例の新年会に最後の参加をした。同年六月、ミキハウスの五輪総公開に参加。同年六月六日には、 新宿で2004年アテネオリンピックの聖火リレーの日本国内での最終ランナーを務めた。同年10月20日、新宿、都庁前で1日警察署長を務める。2005年2月、中国大使館を表敬訪問、卓球交流を行った。同年3月2日、新潟県中越地震で被災した長岡市立、南中学校を門、卓球交流。 同年4月23日中国大使館訪問、大木中日大使に表敬。同年5月14日映画、カラオケ、人生史一重体の試写会にゲスト出演。同年7月、中国と日本60年の歩み写真展、ジャッキー・チェンと共にイベントに呼ばれる。福原は、晴れ気で登場した。同年9月、青森山田高校体育館で、 幼稚園生を対象にコテンコテンコと気球イベント。同年9月19日、愛・地球博の上海ウィークのイベントに出場した。同年11月20日、青森市でスペシャルオリンピックスのトーチランの伴奏者を務めた。2006年3月31日、北京市で行われた日中卓球交流50周年記念イベントに参加。同年10月11日、 外国特派員協会の昼食に招かれ、インタビューに応じた。同年10月12日、全国旅館生活衛生同業組合連合会の、親戸親善大使に選ばれた2007年5月、糖尿病対策の会見、クリコヘモグロビン認知向上運動に出演。2008年3月24日、谷村真嗣、腰の順子と共に、上海万博のイメージ大使に選ばれた。 2010年7月19日、上海万博の日本の PR 大使として、見学中に突然、気分が悪くなって倒れ、1時間余り休憩した後、貧血だったと話した。2012年9月22日、杉並警察署の1日警察署長を務めた。同年10月4日、日本製紙、クリネックススタジアム宮城の楽天イーグルス対埼玉西武ライオンズ戦で、 支給式を務めた。2016年9月10日、新宿警察署の1日警察署長を務めた。アテネ五輪初戦当日、福原の試合は20時頃から始まったが、当初生中継はされていなかった。しかしテレビ東京は競泳の録画放送から彼女が2ゲーム取られ、ピンチの状態から生中継を開始した。30分程度の放送がされ試合途中で、 番組は終了した。この試合ではフルゲームの末逆転勝利した。同日 NHKBS1 と NHK 総合は23時頃から TBS は0時頃から録画放送を開始。その3曲は他曲と時間が被っているにもかかわらずノーカットで試合放送した。次の3回戦は NHKTBS が生放送をした。NHK だけで 平均視聴率は20.1%、勝利した。瞬間の最高視聴率は31.9%という、高視聴率をマークした。NHK が、卓球の愛ちゃん人気の高さには驚きましたと、話したように、この数字は各局に少なからぬ衝撃を与えた。最終試合となった3試合目、4回戦は、開始が0時頃だったが、これは、富士が生放送。 二戦目に比べ数字の取りにくい時間帯だったが、これも高視聴率をマーク。福原が敗れた瞬間の最高視聴率は22.7%。2004年にマクロミルが調査したアテネオリンピックで注目、期待する選手についてのアンケートで北島康介と谷良子に次いで3位となった。福原はメダルを取れなかったが、マスコミは他のメダリストと共に、 福原を番組に呼んでインタビューを繰り返した。アテネ五輪で初めて福原の試合を見たという人が多く、その人たちには福原が出す、さあ、という声を初めて聞くことになり、小さい頃は泣きながら卓球をやっていた少女があんなに元気よく声を出していることに感銘を受けた人も多かった。各局のインタビューでは必ず、さあの質問がされ、 あれはさーなのか、ターなのか、シャーなのかという論議がしばらく続いた。報道ステーションのインタビューでは、気合です。なんて言ってるのかわからない。とコメントした。正門を機械にかけたところ、発音は、ター。であることが判明した。ありがとうございます。